はい、皆さんこんにちは、つよしです。今日はですね、皆さんにお知らせがあります。日本テレビの新日本男児と中井に朝カフェ男児として出演が決まりました。パチャーン。ありがとうございます。で、実際まだ本当のことなのかなって信じられない部分もいっぱいあるんですけど、全国に放送されます。予告編が今ね、日程の公式のホームページから流れてますけど、あれを見るたびに自分のことじゃないんじゃないかって結構思っちゃうぐらいですね、信じられないです。放送日はなんと今夜9月6日ですので、ぜひぜひ夜更かししてですね、今日は楽しんでもらえたらいいんじゃないかなと思います。で、実際、この出演のオファーが来たのは2ヶ月ぐらい前でした。僕が東京早朝カフェというサイトをやってて、そちらのサイトの問い合わせ欄から、メールが来ました。で、そこからディレクターとの打ち合わせとか、ロケとか、あとは、スタジオの収録とか、そういうのいろいろ経験させてもらったんですけど、本当にいい経験させてもらったなと思います。ぶっちゃけね、この2ヶ月間生きた心地がしないぐらいそわそわしていました。で、この放送、大分県に住む両親には伝えてません。伝えるつもりがありませんでした。まあ、深夜の放送なんで、まあ、バレないっしょって思ってたんですよ。ところがですよ、47都道府県中大分県だけ昼間放送なんですよね。14時55分放送ということで、あ、これバレるなと思ってたんですけど、予告編が流れた後、姉から LINE が来てですね、つよし見たよと、来ました。で、その Twitter 僕上げたんですけど、こっち Twitter ね、上げたんですけど、つよしテレビ出るって聞いたよ、すごいやん。ところでお父さんとお母さんに見せてもいいような内容って来ました。見せてもいいような内容じゃないんですよ。いやー、正直にね、見せたくないぐらいの内容なんですけど、まあしょうがないからここはもう見てもらおうかなと思ってます。当日収録が終わった後に撮った映像がありますので、ちょっとご覧ください。どうぞ。はい、今ですね、新日本男児と中井の収録が終わりました。めっちゃ緊張しましたね。でもね、本当にいい経験だなと思います。中井くんかっこいいですね。渡辺徹さんめちゃめちゃ面白いし、前田さんは優しいし、後ろアナは可愛いし、本当にいい経験させてもらったなと思います。今後ね、朝カフェっていうものが世界に広まったらいいなと思うし、ぜひ僕と一緒に朝カフェ行きたいなっていう方がいたら一緒に全然行きますので、言ってくれたらなと思います。今まではね、声かけ活動で女性と出会ってたんですけど、こういう SNS 上の出会いでもね、女性と出会えたら面白いなと思うので、ぜひぜひご応募ください。ありがとうございます。あ、ちなみにこれメイクさんがいてですね、ちゃんとちょっとだけ化粧してくれたりとか、髪のセットもしてくれるんですよね。ありがたいなと思います。で、この服、この撮影のために買いました。可愛くないですか？ビートルズが4人が歩いてる T シャツですけど、いい感じですね。で、これ今楽屋で撮ってるんですけど、初めて学園に入りましたね。なんかお弁当があったり、テレビもあったりとか、面白いなと思います。いや、めっちゃ緊張してますね。なんかね、すごいテンション上がってるのを感じます。で、あの日マジで緊張したんですよ。やっぱ芸能人と1時間話すわけですからね。しかも中井くんと渡辺徹さんと、メモの魔力の前田裕二さんと、で、あと後ろアナっていうね、もう豪華すぎるメンバーと1時間話したわけなので、ぶっちゃけもう何話したか覚えてないぐらい緊張しましたね。まあでも正直あっという間に楽しかったんですけど、もうあんな機会ね、めったにいや、もう二度とないんじゃないかと思うぐらい緊張しました。で、実際今回出演しているのが朝カフェデート男児みたいな感じで出てるんですけど、僕自身朝カフェというものが大好きです。きっかけは愛知県の豊橋市の大学に行っていました。その時に、モーニング、あそこ結構発祥の地って言われてるんですけど、モーニングの文化に触れて、好きになったんですけどね。大学生の頃建築学科でよく政治の課題とかで徹夜をして、もう疲れた体を癒しに友達と一緒に、モーニングを食べに行ってました。で、三河地方のモーニングって結構有名で、コーヒーの料金だけでトーストと卵がついてきて、しかもプラス料金払うと唐揚げとかグラタンとかめっちゃついてくるんですよ。なので、あっちの方って本当にモーニング大好きなんですよね。で、そこで激ハマりしました。で、東京に出てからも、そういう朝カフェしようと思ったんですけど、なかなか仕事が忙しくてできませんでした。そして実際に始めたのが7年前で、7年前に始めていたのが代官山にある IB Place っていうカフェです。もう有名なカフェですけど、もうめっちゃ感動しました。モーニングの概念を変える、衝撃的な出来事だったんです、僕にとっては。そこで食べたクラシックバターミルクパンケーキにフレッシュクリームとフレッシュフルーツをトッピングしたものがですね、もうめちゃめちゃ美味しくて、もう超リッチな気分で朝ごはんを食べました。で、もうそういった優雅な気分に浸りながら美味しいご飯を食べることの価値を感じて、そこからもう200店舗ぐらい、東京で制覇して、それを全部東京早朝カフェというサイトにまとめています。で、まあ今回デートに関しても放送があるんですけども、デートに関してはぜひ番組を見てもらえたらいいんじゃないかなと思います。で、最後に皆さんにお願いがあります。重要なお願いです。ぜひぜひ、チャンネル登録をお願いします。チャンネル登録してくれたらめちゃくちゃ嬉しい。正直、まだ朝カフェに関する情報は何も上がってないんですけど、これからチャンネル充実させていきますので、期待を込めてチャンネル登録をしてもらえたら非常に嬉しいです。ありがたいです。今日、放送となります。ぜひ、みんなで楽しく見れたらなと思いますし、朝カフェという文化が世界に広まることを僕は祈ってます。本日はご視聴ありがとうございました。またね、ありがとうございました。